金合美メは、大韓民国の女性活動家、女性政治家、第18.1920.21大国会議員で、第21大国会前半国会副議長、同国初の女性国会副議長となった。韓国女性、民友会常任代表、大統領諮問持続化の発展委員会委員長、などを歴任。1954年に、中世南道甲州市で生まれた。 北世紀政権下の理科女子大学校に入学した。在学中には学生運動に参加し、卒業後も女性運動、環境運動に参加した。1八十七年には韓国女性、民友会の設立に貢献した。性暴行特別法などの女性関連法の制定と改正、保守制の廃止に貢献したとして、二千五年七月七日に国民勲章冬、 柏手明を受賞した。大統領政策企画委員会委員を経て、2006年には、ロブゲン大統領によって、大統領諮問持続可能発展委員会委員長に任命された。2007年に、同委員長を辞任し、新たに決闘された、大統合民主新党に参加し、共同最高委員に選出された。2008年に実施された第18大総選挙で、 大統合民主党と民主党が結合してできた民主党合党の比例区から立候補し当選した。2012年に行われた第19代総選挙では民主党合党候補として、軽機動、富川市祖作から出馬し、半奈良党現職候補の車、名進を破り当選し、女性家族委員会委員長に選出された。2016年に行われた第20代総選挙では、共に、 民主党候補として出馬し、当選し、民生経済特別委員会委員長に選出された。同年11月には、青瓦台が大量のバイアグラを購入していたことを明らかにした。2020年に新型コロナウイルスが流行した際には、共に民主党コロナ19国難国福委員会貿易対策本部本部長についた。 同年4月に行われた第21大総選挙で再選を果たし、党内の副議長には女性を送るべきという認識から副議長候補に選出された。6月5日に韓国で初めての女性国会副議長に選出された。2020年日本福島第一原子力発電所事故により生じたトリチウムを含む処理水の海洋投機を強行する場合、 日本産水産物の輸入を全面中止すべきだという意見を表明した。APC4、東亜日報2020年6月5日、東亜日報2005年6月30日、東亜日報2006年4月26日、東亜日報2007年7月25日、元ウりリ島議員らで作る新党が 正式発足売り等との投稿も推進等は日報2007年か4月6日、等は日報2008年4月10日2012、41女風、44、等は日報2012年4月12日、等は日報2012年7月6日12、等は日報2016年4月15日、7等は日報2016年7月6日、大統領府がバイアグラ購入。 高山病に備えてと説明購入動機に、疑念産経ニュースに2016年11月23日、AB21 女とも、東亜日報2020年5月4、東亜日報2020年4月16日、韓国国会副議長に、初の女性連合ニュース2020年6月5日、韓国国会副議長、韓国の原発汚染水評価を拒絶すれば、 日本産水産物の輸入を全面中止すべき。2021年4月21日閲覧。ありがとうございます。